パップリのゆうきとちーちゃんとみさきです。よろしくウィッシュ。はい、ということでね、今回第2弾でございまして、前回ですね、結構前にはなりますがやりました農業体験、まあ、米を作るというのをやったと思うんですけども、そちらのですね、もう収穫時期が来ました。あの時期、ちょうどですね、いつだっけ、夏前ぐらいか、夏前ぐらいですね、ぐらいだったんだけど、今現在ね10月、後半でございます。はい、なのでね、収穫をしていきたいと思います。あのあと米がどうなったのかっていうのをね、移していきたいと思います。そしてそれと一緒にね、あの野菜とかも作ったと思うんですけど、その野菜ですね、いろいろできたので、それも取っていきたいと思いますんで、皆様楽しみにしてください。お前どこに座ってんの、何そのお前、お前なんかおじいちゃんか、お前は。はい、ということで、じゃあやっていきたいと思います。それでは見ていってください。 Go! Go!かぼちゃがね、出来上がったんですよ。あの前に植えたかぼちゃ、下にかぼちゃとかあるんで、すごい、なんかあれみたいですね、シンデレラ。結構の量のかぼちゃが出来上がったんだ。結構の量のかぼちゃが出来上がりましたよ、これ。ほら、ほら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 、はい、あの奥にもありましたね、これね。はい、じゃあね、まあこんな形でかぼちゃがずっと出来上がってるんですよ。だから取っていきたいと思います。じゃあちーちゃん、かぼちゃ取ってください。はい、ちょうだい、そのかぼちゃちょうだい。ちーちゃん、これちょうだい、はい、そう、それちょうだい、はい、ちょうだい、そうそう、え、中身がハサミムシに食われてるよ。いや、ちょっと待って、これえ、かぼちゃ完全に食われてんだけど、ショック、あ、食われてる、これちょっと見して、え、完全に取られちゃった今事件だよ、今。全部食われてんじゃん。食われちゃった。え、かじられてる、これネズミ。え、うっそー。あ、奥のやつは、奥のやつ、もっと奥、あっちの奥、うん、あれは生き残ってるじゃない、うん、なんか嫌な予感しかしないですよ。え、うっそー、ほんと、ほら、おいで、ひな、おいで、ふー、泣いちゃうの、食われてる。え、本当に、え、じゃあ全滅、これ。全滅、かぼちゃ全滅。うっそー、これもうあの食べ時が分かってるから、うん、美味しいタイミングで全部食われたってこと。もうちょい早く収穫した方がよかった。他ない、あっちの奥。あった、あった、あったよね。あー、食われてる。そんなにでも他のより被害が少ない。あ、それ食べれるんじゃない、それ。被害が少ないから多分食べれるところはある。うん、あ、オッケーオッケー、かろうじて生きてる、これ。ちょっと食われちゃってるけど、少しちょっとだけど、本当にちょっとだけ、うん、これこちらに比べてのこの部分全部外して、これ猿、お猿さんたちにあげていきます。じゃあ次行きましょう。次ね、はい、見てください。ここキュウリがいっぱいあったの。キュウリ植えたんだけど、キュウリがなくなっちゃった。あら、全滅です、キュウリ。壊れた。はい、キュウリがなぜか全滅です。で、トマトもあの実になりませんでした。わかんない。まあ、そばの実はね、ちゃんとね、なってるから期待だよね、これはね。え、ま、だこれ、これ以上伸びるんですか。わかんない、種になるんじゃないの、また。また種になるんですか。うん、多分ね、種になってこの辺にポタポタ落ちて、そうで、またこの辺からそばが出てくる。それでそばをまた食べてるみたいな、ずっと繰り返し、永遠そば、永遠そば、わんこそば、これが本当のわんこそば。わかんない、行こう。わかんない、やめろ。わかんない、やめろ。あ、来た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 よ、立派、はい、ちちちこっちこっちこっち、もうキュウリがももはやキュウリじゃない、なくなってる。これ破裂しちゃいそう、パンパンですね、もうパンパンキュウリ。すごい、美咲ちゃんのあのこれ腕の太さ。いや、全然細い。でっか、全然細い、こっちの方がどうぞ、比べるならちいちゃんにしよう。ちょっと待ってよ、どうぞ。おいしくない、嘘でしょ。ちいちゃん、はい、どうぞどうぞ、最後まで食べてください。1個どうぞ食べて。聖太郎にあげようじゃん、聖太郎に。せいちゃん、どうぞ、うん、ブチギレ。ここの今の発情期モード。出た、食べないの、せい。あ、食べた食べた食べた、あ、食べた食べた、出た、美味しそうだね。あ、でも捨てた。美味しかった、美味しかった、こっち行って、せい、はい、せい、せい、食べてた。美味しいんか。美味しいか。おーい、よかったな。あー、美味しい。ちゃん、これもういらないの、もう。もういらないの。もういいね。お
前食べる、はい、全然食べてない。最後最後な、来ました、ついに来ましたよ、米です。あれなんかこれお米食われてね、これ。だから言ってんじゃないですか、ネットかけないとさつめきちゃいますよって。え、穂の中に何もないよ。あるやつありました多分。ちょっとせっかくやからそれだけちょっと取ろう、頑張って。なんか身入ってそうなやつ。うん、あ、身入ってた。入ってない。え、あんだけ一生懸命育ったのに。お米、あとは、あ、あとちょっと、あとちょっとあるよ。まだまだ大丈夫、まだ何とか何個かあるよ。見てください、たくさんあった米があのこんだけしかないです。もうあの一生懸命育てた米がこれだけです。なんか想像してたよりさ、いろんな被害受けてるねこれね、うん、帰ってきたらさ、あ、結構実ってるからいいなと思ってたんだよね俺、正直ね。だけど実際すごいね、かぼちゃとかもさ、見た目こうやって裏返しは全然普通のただのかぼちゃなんだけどさ、まさかさ反対にした瞬間にさあんなに食われてると思わないよね。上だけ残ってましたね。もうびっくりした本当に。ふざけんなよね本当。どうせ食べるんだったらちゃんとさ全部食べてほしいよねなんであんなさわざわざさ、いや俺食べてないですよ、綺麗でしょみたいなさ、いらねえよなそんな気遣いな。ネズミなのかさなんか知らんけどさ、超楽しみにしてたのによ。もうとりあえずそこの部分、あ、でもすごい綺麗だね。結構綺麗、綺麗だね。すごいみずみずしい、うん、あの結構綺麗、見て、すごいいい感じ、すごいみずみずしい。食べ頃ですね、多分食べ頃だよ。なんか甘そうなかぼちゃね。一回じゃこれを洗ってくるから、その間にあのキュウリを千切りにしといてください。千切り千切りキュウリのカツラむきでもいいよ。無理、できるんだったらな。できない、できない。切っていきます。脱穀したやつ、ちいちゃん、ちいちゃんだけちゃん先にちょっとあげるね、これね。うん、ほずけなくてもいけるよ。ビビビビって言って。ちいちゃん食べてる、ほら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 。ねえ。ねえ。あ、ちいちゃん。ちいちゃん。あ、よかった。あ、お米。お米は大好きだからね。いつも根本さんからいただいてるやつね、結構食べてるからね。ツーもお米好きですよ。美味しい。好きだもん。うん。うん、味のついてないやつ。うん。かわいる。実際に、はっちゃんはっちゃんかぼちゃだよ、かわいいはっちゃんかぼちゃだよ。これも食べてね、はっちゃん。はい、これも食べてね、はっちゃん。あ、おいしそう、はっちゃん。はっちー、はっちおいしいの。さりげなくちーちゃんも、さりげなくちーちゃんも食べてます。はっちゃんこ、あとじゃあ米をね、米を一房、一房、一つまみ、一つまみ。一緒に食べ終わった。食べてる、ぽっちゃん。あら、上手、ぽっちゃん。はるちゃんもガチガチ食べてるね。うん、いいね。ほう、ほも、はい。米を食べました。はい、春、赤ちゃん、どんだけ食いしはってんだよな。
美味しいの。よかったね。はい。そこちょうだい。うんこちゃん、口の周りオレンジ色になってる。琥珀くん、おいしい。じゃあ、せいちゃんにあげていきます。じゃあ、せいちゃんに米食べてるかな。はい、ああ、おいしそう。なんかこれ種しか食べなそうだ。食べねえわ。まあ後でゆっくり食べてくださいよ、清太郎くんね。はい、ということでね、実際にお猿さんたちにですね、今回あげてみました。ちょっと今回の失敗点はさ、水をあげてたんだけど放置しすぎた。かぼちゃね。そう、かぼちゃ。ちょっとすげえ残念な結果だったから、来年はね、ちょっとリベンジしたいよね。ということで、はい、またね、お猿さんたちね、可愛かったの、美味しそうだったなとかね、思った方はね、グッドボタンお願いいたします。まあね、園芸ファクトリーではこういった自分たち作って、お猿さんたちにご飯をあげていくっていうね、ことをやっておりますんで、皆さんもしよかったら、ご協力いただける範囲でいいのでね、田んぼとかあるよって、貸してあげるよっていう方いらっしゃったら、すごすぎますよ、そしたらコメントの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい、バイバーイ。